はい、皆さんこんにちは。生活館の生活館です。今日はですね、やりたいことを積み上げていくのが人生という、まあ、テーマについてお話ししていきたいと思います。で、まあ、その前に、まあ、僕なんか最近めっちゃ毎日毎日動画を投稿してると思うんですけど、この生活館に、まあ、なぜしてるかっていうと、僕最近孤独なんですよね。まあちょっと休学してたこともあってね、あんまね、なんか友達とかともね、会ってないんですよね。で、たまに会うときはめっちゃ喋るんですけど、とか、まあ、実家にいたときとかは、親にこういう話を延々としてて、まあ、やっぱ僕、結構考えたことを、まあ、どこかしらの場所で消化してるっていうことが発覚したんですよ、最近。で、実家にいるときは親に消化してるし、友達と話してるときは友達に消化してて、そのときには動画をあんまり上げてないんですよね。でも実際こう一人でずっと考える時間が多くなると、その吐き口がなくなっちゃうんですよね、誰かに話すっていうのが。だから僕はこの YouTube を吐き口として、まあ自分の、考え事の消化をしていきたいという意味を込めて、かなりね、動画を最近投稿してますね。ということで、まあ僕が動画を投稿してる時はね、僕がね暇だということを、まあ覚えておいてくださいね。はい、まあということで、前置きはこのくらいにしてね、今日はね、何の話だったっけ？何の話でしたっけ？ちょっと前置きで結構全部吹っ飛んでしまったんですけど、あ、そう、やりたいことを積み上げていくのが人生についてお話していきたいと思います。で、まあね、これを話す前提としてね、まずファイヤーという言葉があるじゃないですか。まあ、僕が前ちょっと一時期目指してたこともあったんですけど、ファイナンシャリーインデペンデント、リタイアアーリーっていうね、まあ金を若いうちにたくさん稼いで早期にもう仕事をリタイアするっていう、まあそういう概念をファイヤーっていうんですけど、なんかファイヤーを目指す20代とか、まあいるじゃないですか。まあ僕も人のこと言えなかった時期はあるんですけど、まあ今はあんまり思ってないんですけど、なんかやっぱ20代に若いうちに、まあ、例えば20代の10年間でもう何億とか稼い で30代からはもうその仕事はパッと辞めてもう働かないみたいな、そういう人いるじゃないですか。で、僕はこれはなんかちょっと人生を送る上で矛盾してる点があるなって思いました。まあこれどういうことかっていうと、なんか結局その20代のうちにバッとお金を稼ぐその仕事は、つまりやりたいことじゃないんですよね、その人にとっては。なぜなら30代以降でもう辞めてるから。だから結局、まあ言ったら20代の時間はもうドブに捨ててるわけですよね。ドブに捨てることによって金を手に入れて、30代以降で、まあ、自分のやりたいことを探すだとかやるだとか、そういうことをすると思うんですけど、ここで僕は言いたい、人生はね、やりたいことを積み上げていく、そういう、活動なんですよね。だからこそなんか積み上がってないんですよね、ファイヤーをするために20代のうちに大金を稼ぐ、まあ、ビジネスを頑張るとか、そういうのは結局それ30代で辞めてしまったら、まあそれやりたいことじゃないから、なんか人生無駄してるなって僕は思ってしまったんですよね。だから逆に言うと、まあそれで超稼いだ後にも30代以降もずっとその仕事続けて会社をでかくしていくとか、そういうことに関心がある人はもうずっとやっていくと思うんですよ。でも例えば、まあそれを20代で作り上げた会社を、まあ、何億かで売却して、で金を手に入れたら、まあ例えば湖のほとりでグランピング生活をするみたいな、そういう人、まあ僕のイメージですけど、いるじゃないですか。で、じゃあそういう人は湖のほとりで20代のうちからグランピングをしながら、例えばプログラミングのエンジニアをリモートワークでやるとか、まあグランピング系 YouTuber になるとか、まあいろいろ方法はあると思うんですよ。自分でグランピング施設を運営するとかね、そういうので20代のうちからやりたいことをずっとやっていって、それを積み上げていく方が僕はいいと思うんですね、一気に金を稼ぐよりも。
だってそれ金を稼ぐって結局やりたくないことをやって時間を金に変えてるだけで、しかも若い時間ってもっともっと重要じゃないですか。でもそういうのをまあ結局ドブに捨ててるわけで、だからこそなんか人生はやっぱやりたいことの積み上げだと僕は思いますね。だからまあなんだろうな、なんか音楽やりたいって思ったんだったら、まあ、初めからミュージシャンを目指すとか、まあ、目指していく傍らで例えば音楽を教える教室をやるとか、まあ、YouTube で音楽の発信をするとか、なんかまあいろいろあると思うんですよ。なのになんか一回めっちゃ稼げる、例えばビジネスをしたりとか、まあ、めっちゃ稼げる大手に入って一回就職して金を超稼いで、でその後にゆったり音楽をやりたいって言う人がいるとすれば、それはやっぱ時間の無駄だと思いますね、うん、僕はね、まあ、もっともっとね、もう、まあ、特に若いうちってもっと時間の濃密さがやっぱ違うので、やっぱそこをドブに捨てたらいけないと思いますね。あと僕が思うのはなんかこれはまあ、余裕がある人の話であって、まあ、つまり若い人とか、まあ、そういう人の話であって、例えばなんだろうな、もう明日食う金がないとか、そういうもう本当にその日暮らしの人とか、なんかまあシンプルに金がない人は普通に金のために仕事をするっていうのは、まあ、生きていく上で必要なんじゃないかなって僕は思ってます。で、まあ、あと家庭を持ってる人とかね、まあ、そういう人は逆に家庭を持って家族と暮らす、それが自分の、まあ、やりたいことであると、まあそういうふうに捉えれると思うので、まあそういう人とか、まあ本当に命の危機が、働かないと本当に食えないみたいな、そういう人はまあこれは例外かなと思います。でもまあ別にマジで食うにはまだ大丈夫だっていう人は、なんかなんて言うんだろうな、もうその将来への保険を作るために今時間を売って、でその将来作った保険でまあやりたいことをちょっとやって人生を終えるみたいな、そんなんじゃダメだよ。そうじゃなくて、やれるんだったらやれるうちはやりたいことをやった方がいい、うん、そうやって生きていく方がやっぱ人生幸せだと思いますよ。ということで、最近ねアドレナリンが出て止まらない生活感でした。本日もご清聴いただきありがとうございました。バイ。